企業だったり、それから地域だったり、それから自分たち、まあ、大人たちですよね。まあこの3つがですね、本当に一つになってね、子どもたちがスポーツできる場所の提供っていうのがね、できれば本当にいいなと思ってます。自由が丘の町の大人たちが子どもたちのために何かできないかということで、まあ今回ゴルフをきっかけにやっていこうということを決めました。お父さんお母さんがですね、一生懸命力を子どもたちという我々にね、注いでくれたおかげで、続けることができました、最近はねちょっとスポーツをやる環境がね昔よりも難しいと言われてますけども、だからこそね、大人である我々がしっかりサポートして、本当にスポーツのいいところというものをですね子どもたちに伝えてそれを感じてもらいたいなと思います。いろんな方面でこれから活躍する場という部分に関しては子どもたちの力だけではやっぱり何もできません。それを手助けしてあげるのがやっぱり大人の力っていうのがやっぱり必要になってくると思いますのでね。子どもたちのためになるんであればですね、まあいろんな形でですね、まあやらしい言い方ですけどお金を集めてそれを子どもたちに使ってという部分で、言うとどんどんそういうのは参加したいと思いますし、いいことだというふうに思います。まあ、野球の技術、ね、いろんなこのスポーツの技術だけではなくてやはり、ね、スポーツを、ね、やりたくてもできないという、ね、環境の子どもたちもいると思うのでそういった中で何かこう教育できることっていうのことであれば、ねまあ、その野球の道具であったりお金であったり本当に、ね、微々たるものかもしれませんけれどもこう力になれるといいかなというふうに思いますね、はい。少しでもみんなに役立ってもらえれば、今まで野球できなかったところもできるようになるし、あとは違うスポーツでもね、できない子に少しでも支援してあげれば、それをきっかけにね、始める子が、できてくれば、もっと各スポーツ界でね、底辺が広がっていくんじゃないかと思いますけどね、うん。自分のやれることは本当にやっていきたいと思いますし、それが未来の子どもたちのためになるんだったら、やれることはやっていきたいなと思います。まず子どもたち、選手が楽しむというのが大事なんでね、うんまあ、それでお互いにこう、まあ、野球というスポーツで盛り上がっていければなと思いますね、まあ、そういう、指導者の立場としては応援していきたいですね。だからこそみんな頑張れ。